シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。アイテム番号、SCP-357-JPJ。オブジェクトクラス、マスリット。特別収容プロテイン、SCP-357-JPJ は標準人型オブジェクト収容棒に収容することになっていますが、鍛え上げられた筋肉の前に収容室はもはや意味をなしません。SCP-357-JPJ には筋肉を持って対抗し、SCP-357-JPJ が脱走した時には筋力検査 S クラス判定以上の機動部隊員によるプロトコル、試合、お申し込み。SCP-357-JPJ が応じない場合は同隊員20名によって強制的に鎮圧レスリングしてください。またスクラントン現実病によるヒューム値の固定は意味をなさないことが判明しています。各収容担当者全職員は筋力トレーニングに励み、来るべき MK、クラス終焉シナリオに備えてください。セキュリティクリアランスレベル0以上の希望者には特殊調合したステロイド剤の配布を行います。旧特別収容プロトコル、SCP-357-JPJ は海面下200メートルに建設された標準人型オブジェクト収容棒に収容してください。SCP-357-JPJ の脱走を遅延させるため通路は迷路状に設計し、床には600ボルトの電気網を敷き、催涙ガスの噴出穴を5メートル沖に設置し、SCP-357-JPJ と対峙可能な機動部隊エージェントを最低4名を常駐させてください。これらにより5分程度の時間稼ぎが可能となるため、その間に機動部隊リ、1、マダンノイテを出動させ大型動物用麻酔銃による一斉狙撃で鎮圧してください。最終手段として海底通路を爆破することで、瓦礫と海水圧による SCP-357-JPJ の一時的な封じ込めを試みてください。実験責任者はセキュリティクリアランスレベル3以上かつ財団中制度試験で優秀点を取得した上級研究員に限定されます。またいかなる場合にも SCP-357-JPJ の連れ出し時には、対現実改変者用機動部隊小隊を護衛につけることを義務付けられます。収容室内は感度計数機を用いたスキャナーセンサーでヒューム値の常時監視を行い、スクラントン現実病によって実験室周囲のヒューム値を 2.0 以上に固定することで異常性が外部に漏洩しないようにしてください。説明、SCP-357-JPJ は周囲に現実歪曲を引き起こすマッチョです。外見的には同年代の少女とさえしかありません。肌は黒光りしており、身体は年齢にふさわしくない異常発達した筋肉に覆われています。また SCP-357-JPJ の初期収容時には現場から、アンド、アーセン、という刻印がされた2つの金属片が回収されています。その形状から元は腕輪であったことと、ヒップ圧力に耐えきれず破断したことが判明しています。SCP-357-JPJ は自身が触れることのできる範囲内で現実歪曲を引き起こします。SCP-357-JPJ はこれまでに仮収容棒の鉄格子、自動小銃、弾丸、手錠、戦車、D クラス職員などを歪曲させています。この時 SCP-357-JPJ は周囲のヒューム値、物体の高度、分子間力または結合力を著しく低下させ現実歪曲を引き起こしているものと考えられていますが、感度計数機を用いたスキャナーセンサー、シュレーゲル分子観測計及び電磁気観測器、その他の計測機器では未だこれらの現象を観測できていません。そのため、SCP-357-JPJ は純粋な余力によって物体を物理的に歪曲させているだけではないか、との見解もありますが、常識的に考えて生物の筋力ではこれらを達成することは不可能であるため、何らかの力が働いているとの見方が有力です。SCP-357-JPJ による現実歪曲の痕跡は特徴的で、金属は組成変形を起こし、樹木や人体は細胞の破壊とともに屈折し、石材や陶器、ガラスは粉々に砕け散ります。またコンピュータや銃など内部機構が特に複雑で SCP-357-JPJ
HA が操作方法を理解していない物体に触れた場合、現実歪曲により大抵動作不能な状態に陥ります。SCP-357-JP、J が歪曲能力を行使する際 SCP-357-JP、J との接触時間が長いほど歪曲量は増大し、実験では最短180秒間の接触で高層建築物のあった場所を開きにしました。また活性化状態、非活性化状態を問わず SCP-357-JP、J の筋肉はすべての衝撃と改変力を跳ねのけ、7000V の電圧3158種類の毒素、液体窒素での凍結、81,300発の爆撃。2発の核、放射線照射、宇宙への追放、魔法、現実改変、次元分断後など、肉弾戦以外の SCP-357-JP、J の攻撃の試みはすべて失敗に終わりました。1900年12月に、県、町で通報があった不審者情報について財団エージェントが調査を行っていたところ、当時、都市の SCP-357-JP、J が公園の遊具でウェイトトレーニングしているところを発見しました。エージェントの通報によりすぐさま財団の機動部隊による収容作戦が実行されましたが、市街地に投入した小型戦車と戦闘機数台が抵抗を試みた SCP-357-JP、J によって歪曲されました。確保された SCP-357-JP、J の外見には異常しか確認できないのにもかかわらず、前述の通りヒューム値その他乗り場の変動なしに現実歪曲能力を行使していたため、現在もさらなる現実歪曲の原理を調査中です。ほい。SCP-357-JP、J は発見された当時身元不明で、SCP-357-JP、J が両親であると証言した男女にインタビューを行いました。しかし男女は SCP-357-JP、J のことを知らず、行方不明になった娘はいるが、こんな筋肉もりもりマッチョマンの変態は知らない、と証言しています。SCP-357-JP、J が実験時に周囲に設置されたスクラントン現実病、以下 SRA に興味を示し、現実歪曲能力を行使して装置を破壊する事故が発生しました。狭間研究助手は、SCP-357-JP、J が素手で曲げた、と証言しましたが、事故当時パニックになっていたと考えられるため証言の信憑性は低いものとみなされています。証言記録、付記1。SCP-357-JP、J 管理担当者らによる実験事故に関する会議での鬼おこぜ博士と狭間研究助手の証言を記録したものです。まず収容プロトコルを無視したわけでもなければ、実験準備を怠ったわけでもないことを断っておきます。お手元の実験計画書をご覧ください。実験当日に用意したものです。SCP-357-JP、J の現実歪曲の原理解析の実験でしたので、カント係数値を起動させるために SRA を起動したところでした。そうしたら、あれは何?と SCP-357-JP、J は尋ねてきました。ちょうど隣にいらっしゃった鬼おこぜ博士が、君の力を測定するための装置だよ、と返事されたところ。その直後でした。SCP-357-JP、J が SRA に両腕で掴みかかって、髪をくしゃくしゃに丸めるかのように。なんと恐ろしい。我が財団の誇る対現実改変者の切り札がこんなにもたやすく。いえ、SRA が大破するのは珍しいことではないです。この現象からわかるのは、SCP-357-JP、J がどのようにして SRA へ歪曲を行っているのか、です。もし従来の現実改変者や歪曲者だったら SRA に歪曲を試みること自体が難しいでしょう。当然 SRA も万能ではないので改変自体は不可能ではありませんが、その際大規模なヒューム値の変動が観測できるはずでしょう。にもかかわらず、SRA が歪曲され、ヒューム値の変動が観測できなかった、ということらですね。未知の現実改変すらんか。いえ、そうではなく物理的にですね。素手で破壊できるわけないでしょう。常識的に考えて。その件については今回興味深いデータが取れました。SCP-357-JP-J の最終容時に対応した機動部隊員は重火器を用いず、
力ずくで抑えようとしたところ SCP-357-JP-J は、勝負を受ける、という形で退治し、隊員の提案したルールに従って戦いました。結果、隊員は1000人が惨敗したものの SCP-357-JP-J に対する純粋な肉弾戦においては、現実愛国の兆候が見られなかったということです。その後 SCP-357-JP-J は満足したらしく、その後自発的に収容室へ戻りました。しかし現状無月と満足させているだけですから、収容プロトコルには改定が必要ですね。収容部隊にはさらなる鍛錬と効率的なトレーニングメニューを用意します。お見送り博士。筋肉による筋肉の完全な封じ込めを可能にするには1年半。いえ、その半分で可能にしましょう。咳払い、それから SCP-357-JP-J の現実愛極にはもう一つ性質があるものと推測します。周囲の人間の思考を、すべてを力で解決させようとするような、つまりの域で回線する性質です。ああ、そういうことでしたか。そしてこう考えるでしょう。筋肉を鍛えればなんとかなる、と。それで SCP-357-JP-J に対峙する間だけは逃走欲求が満たされる。しかし圧倒的な力の差に勝利という幻想は消える。勝てるはずもないのに勝てるまで何度でも筋トレを繰り返す。こうなれば麻薬中毒者と一緒でしょう。見てください、暇さえあれば運動し始めます。バカな、これは運動のうちに入らんよ。激しく左右に揺れている。お見送り博士無視して、そして鍛えたものから SCP-357-JP-J と同様の性質へと近づいていきます。また、それは周囲に現実愛極を引き起こす可能性を、第2第3の SCP-357-JP-J を拡張し続けるのと同義です。危惧される異能性は2つ。SRA では防ぎきれない現実的愛極。それから SCP-357-JP-J には周囲の思考をも愛極する異能性があるということ。報告は以上です。あと、SCP-357-JP-J のふざけたオブジェクトクラスの修正を提案します。誰ですか、書き換えたのは。多分そこのノウキン博士でしょう。なので自分で修正してもらいましょう。コラス、スクワットを始めるな、対応しろ。やるのか？私はこれでも元機動部隊員だぞ。かかってきなさい。私とても元、対現実改変者部隊です。承知いたしました。すぐ直します。最後にもう一つよろしいでしょうか。何ですか？なんで皆さんムキムキなんですか？そういう君は筋肉マッスルが足りていないようですね。周囲から筋肉隆々の男たちが這い寄る音。悲鳴、付近に、臓器証言の音声ログは停止ボタンを中心に歪曲し大破したレコーダーから回収されました。付録、下記表は SCP-357-JP-J がこれまでに歪曲させた偽装の一例です。対象、結果、消えもら、ルールを説明した直後に引きちぎった。スマートフォン、画面をタップした瞬間に画面は粉々になりアルミフレームが屈折した。石に刺さった剣、アノーマラスアイテムのいわゆる、どうやっても抜くことのできない剣、を曲げることに成功。抜いてはいない。博士も息子の将来も夢。6、マッチョになる。サイト、81、特化を震源とする地震。SCP-357-JP-J は振動が止む直前に地面を殴りつけ、この行動について、地震を止めた、と供述。狭間研究員の意見、臓器自身の件をあり得ないと否定した狭間研究の主に対し、可能だ、と一周し納得させた。待機、熱源や引力増が観測されないにもかかわらず、収容プロトコル実行時に SCP-357-JP-J を呼び退治した人間の周囲が歪んで見えたとの多数の報告。筆記具数種、記述を行わせようとしたがいずれも粉砕。筆記具と同形状の金属棒を持たせ、筆圧を測定したところ、瞬間最大32GPa の圧力を記録。絵本の結末、マッチ売りの少女、を6秒後、ホラリスーページを破り捨て新たな物語の結末を作成。内容は少女が身体を鍛えたことにより数奇な運命に巻き込まれ、去らわれたおばあさんを取り返すため秘密結社、アンダーセン、を肉体一つで壊滅させるに至る爽快アクションストーリー。サイト、
81、の売店にて購入可能。2018年の外覧デンマークシルベストセラー。